確かに、てか暑かったですけどね。ちょっと立ち並みしましたもん。ガチャもね、膝が痛いって言ってた。もう普通の人に。はい。僕のようなね、弱い人間は先に行かないと。なるほど。疲れてしまうので。そうですね。これが多分わーって前倒れちゃっても、こう長靴がこう足にバッと確かに、長靴が長靴のおかげで若干上にバランスつくから、あ、なるほど、楽になるんじゃないかなって。かわいい、かわいいね、いいみたいな。おばさん、じゃあまた上で。はい、いいです。はい、お、じゃあ、はい、とっとと行け、とっとと行け。失礼します。はい、どうも。良いお年を。良いお年を。さあ、ここから登りですね。休憩したらまた重たく感じました。わかる。軽くなってへん。そう、軽くなってない。もうちょっとね、体に慣れさせないと。渡辺さんが本当休むの長いから。本当に繋がったっすよね。その辺が繋がったんだ。おお、一日で木道が伸びたよ。あれ、伸びてないか。伸びてるんですよ、間も埋まったでしょ。そうっすよね。でもそこまでね、新しい木道が。あ、伸びて、で、また違うところをこれがやるんか。ここは3本。ここ3本ですよ。はい。この違いだから。3本4本全然違うっすか、やっぱり。やばいかな。東京電力は3本なんだなと思って。違うと思うけど。3本は耐久性もいいと思って。そうっすね。3本の方が耐久性確かに上がるな。お疲れ様でーす。あ、これやっぱ木道必要だわ。お疲れ様でーす。やっぱ木道必要だわ。なんだよ。早く木道は今日30機あと。無視だよ。あと木道30機をね、やってもらって、どんどんやってもらいましょう。ね、全然俺分かんないけど、うん、全然分かんないけどね。なんか高さがないからさ。ね。下流して大きいみたいな。うん。この辺楽っしょ。水じゃなくてだから結構なんだよね。もうこれ全部外してあるからね。お、カラマツの、カラマツの葉っぱもちょっと滑るな。そこはまだなかなか登らないね。そうっすね。おいえ。明日は俺は奥久慈に行ってきます。泊まり、泊まりです。明日行ってしょって泊まって、明後日下げやって帰ってきます。いや、今度ね、伊藤園ホテルじゃないんですよ。その現場の近いところのホ
ホテルっていうか宿っていうか、あーおばさんは早いな、ガッチャンは、うん、ガッチャンちょっと早かったね、来るか、いや重たいからね俺よりも、いやもうでも関係ない、今日くじけても、うん、もう明日はないから、そうだね関係ないね終わっていくあ、でもガッチャンここはあれでしょ、あとまた3日に、11月3日に、3日でもさすがにもう、いやでもそれはもう、そっか、もういいですって僕はもういいです、やりきりましたって、やりきりましたって言うかもしんない、そうだね、いやいいペースできたもん、なんか今日のやっぱ朝の青空となった、いや暑いわやっぱ日差しね、西日の方がやっぱ暑いっすね、うん、ラーメン食える？どう？ラーメン食える？鳩町山荘で。まあ別に食える。別に食えるけど、まあ一回でも上までついて、そうだね。ふーってして荷物とか外して、ほーってなればなんか。コーラはいけるな。コーラはいける。コーラとラーメンでもしうまく言えば。どういうことですか？コーラとラーメン入ってた。コーラとラーメン。コーラかラーメン？コーラかラーメン。今のところ全くお腹減ってねえな。なんかね、そうさっきそれ喋ってたよ。思ったよりそうだな、あのやっぱし聞いてんなと思った、聞いてます、あのおにぎりとパンも聞いてます、ね、そうなの、全然なんか雪なんだけど、ガッチャン来るかな、あーガッチャン来ました、長靴持ってます、あーそっかここでじゃああれじゃない休憩で長靴なんでこっちだったんだ、あーそっかそっか上に刺して、あーそっかそういうことね今上に乗ってる長靴も引っかかってるだけで、あれすぐ落ちますよ、一応でも紐の間に入れてある、あ、じゃあそこは平気なんか、うん、もう一個は横着したな、なぜか長靴落下、落下したんすか長靴、落下しました、で拾えなかったんすか、あ、ちょうど今ね、そうそう、さっき八代小屋の従業員の子が、ね、もうさせなかったってそう、そこの上に置けなかったっつ、背高いもそうだ、背高いんだよ、よし、じゃあガチャン行きますか、よし、ガチャン行こう頑張りますこのね、こっからまた坂あと2つ、大場さんはこれを見越して先行きましたから、大場さんはなんか最後、あれあれかな、結構パン食ってたかな、あれが効いたんかな、おにぎりパンで結構ぶち上がってんだじゃん、今めっちゃ気持ちいい時だ今気持ちいいよ、今ハイですよ、可能性はあるね、今エネルギーで気持ちいい時だね、のんびりしながら、そうね、二口でおにぎり食ってパン食ってなんかちょっとやっぱ食べるの相変わらずやっぱ噂で、あ、大場さん食べるの初めて見たかもしれないなそうなの、早いっていう、そのおにぎり二口言ってたのね、マジですごいよね、ほんとほっぺがおにぎりの形になったもん、言ってたもんな、まさとか、それおかしくて、これアップにしたんで、それその瞬間をアップで撮ってました、動画でおにぎりがもうそんなに方がリス、リスみたいなね可愛かったっす、おばさん、それでもうずっと渡辺さんに何か言ってたよね、なんか言ってたけど、なんか言ってたね、なんだよね、おにぎりめちゃ入ってんじゃん、そう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 、なんか喋ってたですね、よーし行くか、行きますか、いつよかちゃん自分のペースで、休もうとやっぱ涼しいんだよな、寒い、ね、肌寒い、今日は温泉行こう、あーやっぱ筋肉痛だわ、ほんとほんと、止まると寒いなね、冷えたね、汗がさ、やっぱ冷えるから、体の芯から寒くなってきた、でもまたこれで歩けばすぐ温まるでしょ、すぐ温まる、
手前のやつが俺ですよ。次の日に疲れを残さない坂道の登り方、うん、はいどうぞ。俺がやるの。はい、もう行く登りない。登るしかないけど。そうです、答えはゆっくりと登るっていうことです。まあ、話しながら行けるけど、ね、そうですね、話しながら、ね、ここでね急いでもしょうがないんでね。じゃあ荷物あるからあれだけど、荷物ない人は本当にゆっくり登ってもね。ね。変わんないよ。ゆっくり登っても早く登っても休むんだったらね。そうそう、早く登って休むんだったら、ゆっくり登って休まない。うん、そうがよっぽどね。めっちゃ遅いわ。めっちゃ遅い。それ用にだよ。もっともっと早いっすよ。あ、そうなんですか。こそここはね。一番日差しが当たるポイントで帰りは暑いんですよ、夏とか、ね、西日が直で下って、ね、ここはちょっと急なんだ。そう、ここだけちょっと頑張って、ここは疲れますね、ぼっかさん。で、そしたらまた時間もすげえな、日差しが。いや、やっぱ汗かきますわ。ここをね乗り越えれば平らになって呼吸を落ち着かせてから石段だから、石段はなんか楽に感じるんですよ。石段もこうやって行くときは、はい、こんなに疲れずに行けるので、はい、ちょっとね体力の自信がない人もゆっくり行けばいいんです。ゆっくりですね、勉強になります。健三もこの技を知ってから強かったですよね。そうなのよ、だから伝授していかないと。はい、健三はガンガン行ってめっちゃ疲れて、いや、うん、そうそう、ここでハーとかってやってると、はい、結局追いつかれて、そうっすね。しかもこの平らもあの体力削られるから、はい、もうどんどん遅くなるっていうね。確かに、なんかかのんびり歩いて、まあ結局ガッチャン待つからね、うん、そこで休もうと思ってるんですけど、私は。ああ、おお、今は休めるけど、夏の暑い日はいいね、休む気ないのよ、もうね。うん、俺はここでガッツリ休みますよ、夏も。夏めちゃめちゃ暑いな。はぁ、あ、疲れた、疲れたね。ああ、結局ね、また冬は、今年はガッチャンと渡辺さんと行くか。ここの沢を滑ろうと思ってます、ここ、こっち悪沢、あそこの今影になってるとこっす、渡辺さん。全然見てないですよ。どこでも滑りますよ。山頂からここを滑ります、多分冬。俺はこっち行って、うん、この右側の岩、ちょっと気になってるんで、あそこからジャンプとかできそうなんですよ。あるやん、右、あ、真ん中、そうだね、あのちょうど樹林帯のがちょっと抜けて、今太陽が当たってて、うん、樹林帯のちょっと上の、そう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 、3個ぐらいどんどんどんって見えるような、うん、見た目の、そう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 、ここね、あそこら辺ちょっと狙ってます。あそこでも、そのちょっと下なんかバーンってもう一個あるように見えるけどね。まあ冬は見てみないと分かんないよね。そうだよね。一回チェックして。いや、冬ってさ、全然地形変わるからさ、あの悪さもさ、結構ね、埋まってね、なだらかになって。そう、クリフも結構丸。でもね、クリフがあるとこあるんだよ。あるんです。ちょっとやってみようかなと思ってます。どんどんやってください。はい。一言やないか、いきなり。どんどんやってください。今年あんだけ仲良くやったのにさ。ねえ、あれはすごかったよ、とんでもないジャンプだったよ。うん、面白かったけどね。面白かったね。まあそのシーズンがもうマジであっという間じゃない、1年間ほんとだね。何こと言ってまた勃発するか何するかとか言ってたのに
もう終わりですよ、ボッカも。はい、あっという間です、マジで。結局ね、ボッカやったもんな。結局ボッカやったっすね。よかったです。だって渡辺さんと健三、今年の春先に赤城の地蔵岳、うん、で、健三と渡辺さんでしょったんだよね。そうだそうだ。その時になんか健三がやること、やるような雰囲気出してたよみたいな。どうすんのって聞いたよね。そうね、で、健三やんのまたみたいな。今日決めますとかって言ってたんだ。そうそうそう。なんか今日ちょっと決めます。その時ですか。なんかその時その時。そうだよ、その時に決まったんだよ、また今年もやるって。うんうんうん。赤城やってみて、あれこれまた。いけんじゃね俺みたいな感じで思って、うんうん、あの時登りを持ってたんだよね多分ね。登り持ってきました、ね、でもあれだよね、その去年で終わってたらなんかまた違ったよね、全然違ったよね、全然違ったね。その100キロの世界とか知らなかったもんね。そうじゃない、あの120とかしててうおーとかいうおーとかなかったし、なかったよね、なかったし、あんな、ね、こんなスピード出して歩くことも多分なかったっすね、うん、それ早かったかな。1年間であの時終わってたら多分歴代最弱王って言われてたと思う、五十嵐さんから。新しい子が入っても、いや健三君っていう子がいて、めっちゃ弱かった、めっちゃ弱かった、1年でやめてった1年でやめてったつってなるよね、うん、でももうそんなことは挽回させてよかった、五十嵐さんも言えなくなっちゃった。健三君、うん、強かったよ、強かったし、去年のでも後半は結構結構早かったもんな。後半なんか足だけは早かったですよね。まあ足は早かった、うん、やっぱり。結構ね、膝系とか言っても別に普通に帰ってきてるし。重量は持てなかった。重量は持てなかった。72で地獄の日々をくすぐる。本当でも不思議。本当に不思議。今年はな。去年だからあれほど上げるの怖がっ、どっちかって嫌だったもんね。怖がってたもんね。嫌だなっていうのは。マジで。健三はどうせ60か70かっすよみたいな感じだったけど、本当になんか90でも100でも関係なかったもんね。うん、そうだな、なんかこんだけ荷物あるよって言っても、ああ健三だから大丈夫っすよみたいな。頼もしかったですね、頼もしかったっすね、楽しいですね。キロ数だって本当関係なく普通に時間も別に、そうですね、うん、そんなに遅くなるってことも思ってなかった、うん、でもガッチャもおばさんも秋になってやっぱり結構強かったじゃないですか、うん、来年とかは普通に強くなってるでしょうね。おばさんとかめっちゃ速くなったもんね。ガッチャン今年で終わっちゃうのもったいないけど、うん、おばさんも多分追いつかないな、後半追いつかなかったもん、ね、おばさんマジで速い、ね、おばさんもみんなに置いてかれるって意識が常にあって、うん、多分いつも最近、うん、俺もでもそうなんですよ俺も絶対に同時に渋津さんと渡辺さんとか石坂さん出ちゃったら、うん、もう絶対ついていけないと思っていつも早く出てみたいな、はい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 、逃げるようにいつも言ってたから、いやめっちゃわかるよ、俺もそうだったよ、俺もそれはわかる早くなるのってそこなんじゃない、結構そうだね、意識が変わるしかないもんだってね、それで歩くのも早くなる、だって俺なんていつも9時前には渋津山荘山の花のエリア出発してたよ、え9時前に、いやほんとほんとそうですよ、最初の頃みんなよりから遅いから、でみんなは9時半とかに山の花出るじゃないですか、俺は9時前に出発してました、で大体ゆりゅうぐあたりでみんなに抜かれる、うん、っていう感じの日々を過ごしてましたよ。あそうだよね、だって無理だ、追いつけないよ、うん、追いつけない、そもそも肩がなんか肩のさパワーがもう違うじゃん、うん、肩エネルギー、肩エネルギーが違う、肩エナジーなんだ、肩体力、肩ライフ、肩ライフ、肩ライフがさ、そうだね、多いよね、うん、星3つぐらい4つぐらい、うん、全然もう化け物だね、だから同じに出ちゃったら絶対無理だよね、で飛ばなんかスピード飛ばしてもなんか結局追いつかれる、ね、ムカつくよね、あの時ムカつく、めっちゃムカつく、なんだよ、渡辺さんと五十嵐さんとかマジでムカついてた、うん、なんだよ、石坂さんマジ、石坂さんもいた、石坂さん一番ムカついた、そうなの、うん、石坂くんは結構意図的に追っかけるしな、そう、あーちょっとあれだもんね、意地悪風な感じでやるもんね、グイグイ来るから健三の後ろ行ってみるめみたいな感じで、そうそういうことやるもんね、石坂さん、途中でグイーってそうそう追いついてくるから、そうだから絶対にリュウグウまで逃げした、どうだよね、うん、俺はもうもともと勝負もそうやって言われてたけど全く関係なく、うん、ありさな、まあ、それぞれの人生の選択だよね、そうだね、最終的にどのような形になるかっていうのが楽しみだよね、そうですね、うん、
どんな終わり方だよ、まとめ方だよ。人生の俺は一朝9時に出る出ないか朝9時に出る。いやでもそのそれでまたお客さんとの出会い方も変わるんですよ、うん、結構ねそこら辺思ったっす俺。そうそうそう、その時間に出発したから出会った人と全然違うじゃないですか、タイミング。こっちもいなくなってたし歩こう。行きますか。あ、最後だ。最後です。気持ちいいかな、止まっちゃう。日向ぼっこ気持ちいいね。気持ちいい。ここ日向ぼっこは、よっしゃ最後だ。だってどこいるかな。そうそう、マジで見晴らし荷物つけ終わって、じゃあ、ね、今年もありがとうございましたっつって出発した時に、うっこれ20キロ30キロの感じじゃなかったよね。はい、荒って感じだったよね。もっと軽いだろうって思うよね。そう、もっと感覚はね軽いと思って、もう喋りながらみんなで帰れるイメージだったけど、ちょっとこれ仕事になったぞと思って今日はオフかと思ったからさ、経験しすぎたんだからでも分かんないけど、気持ちのこう締まり具合、ね、結構緩んでたから、ね、荷物背負って分からされたっすね。ガッチャン遠足気分だったのかと。ガッチャン、そうそう、ガッチャン遠足気分からの重労働このギャップはね、帰りはめっちゃ吹き飛んだっつったからそれは楽しそうだったもんな、今日行くとき。行くときはね、ガッチャン結構はしゃいでたよね。振りまくってたし、あのここも軽かったじゃん、はい、みんなスイスイ行ってたから楽しいなって感じだったと思う。今ガッチャンまた俺たちに何だろう、追っかけるような感じで来たんじゃないですか、うん、だからやっぱり改めてこいつらやべえなってないね、頑張ってくる。そうそうそう、ガッチャン先行ったからね。大場さんも追いつかないもんな。言って大場さんに追いつくのかなと思ってたんだけど、大場さんも最近は本当もう早いね、見越してるから全然。まずうちらが来るだろうと思ってるからそうっすね、まず休まるんだよね。俺が早くなったのは、うん、あの俺いつもみんなのあの時間を計算してるんだよ、頭の中で。マジ？そんなことやってんの？みんな何時に着いて、東電に行った誰はだろう、何時に着いて、うん、何分で飯を食って、うん、何分後に出てきて、はい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 、何時に私物持ってきて、何時に鳩町に帰ってくるみたいな。おー、ちゃんとやってんだ。それでその中で最速で帰ってくる人、うん、がいるんで必ず。はい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 。まあね。予測の最速が。はい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 。でも予測の最速に。追いつかれないように、あ、設定してんだ、行こうみたいな。へえ、俺は動きをいつもしてたから。それ早いよ。うん、早くなる、ね、それ早くなるよね。で逆にだからそれで意外と遅かったみたいな、うん、時がだんだん多くなってきてみたいな。へえ、常にもう最速で多分頭に入れてるから。なるほど。そう、みんなだからいつの間にか検討早いなって感じなるよ、ね、やっぱあれだ、その意識から入って、でそうだと思うな、うん、でそのペースに慣れてきて体が、そうだと思う、うん、でいつの間にかみんなから早いって言われちゃうみたいな、うん、感覚か。そうだと思うな、そうだと思う。だから逆に今日は本当にもうあの遅いだろうなって日は、うん、本当に身が締まんないもん。あの今日長みたいな、やっぱ絶対なってた、うん、あむしろちょっと追われてたり、ちょっと追っかけてる方が、あ、逃げてたりしてる方が、うん、早かったし、集中したし、そうだね、うん、楽だった。なんか一人ではこの仕事はできない。一人ではできないね。一人ではできない、一人だと多分そうだよ、うん、どんどん遅くなっちゃうと思うよ。そうっすよね、ダラダラしちゃいますよね。自分よっぽど持ってないと、はい、同じかも、あの全く同じ時間に出て同じ時間っていう風に、あー、決めてないと、あの多分どんどん遅くなると思う。確かに朝の時間とか決めて、はい、一定その時間に出るとか。そうですね、あのどっかで休む時間もね、それ以上休まないとやんないと。だって一人だと本当に遅くなるよ。そうですね、だってあれですよ、小瀬沼ショート機はそれは今ね、今そうだね、沼いつも一人じゃないですか。めっちゃ遅いもん沼。だから俺も沼
出発9時とかありますよ。わかるわ。わかります？みんなやってんだ、そうやって。朝いつも6時半ぐらいにみんな遊んでバイバイって言ってんだよね。はいはいはい。なんか誰々やってても、いつもあれ8時過ぎてるな。そう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 。しょうゆ始め、え、9時じゃんみたいな。そうそうそう。結構俺あったよ。だらだら登って。だらだらしちゃうんだよな、一人やと。めっちゃ休むし。別に一人だからいいやって感じになる。そうっすよね。こう待たせてる人もいないし、山小屋には12時までにはくっつければいいなみたいな感じで思ってると。そうだから、そんな時にいいのは小瀬沼2回追い込まれるから。追い込まれるね、2回は。まだ俺やったことないんだよ、小瀬沼2回。小瀬沼2回、あのなんてことない日なのに早出させられるから。12時間前に2回目届けなきゃいけないから。なるほどね。結構忙しいやん。あれすごいんだよ、2回になった瞬間にさ、ほんと安定峠とか休まないの。休まないんだ。ババーン走って。俺もこれでもかってから休むよ。はい。で、10分くらい休んでたみたいな。岩清水30分いたとかあるよ。そこで。岩清水で30分ある、全然余裕である。最後の、はいはい、まだあるよ。あっちも休むから。もう一回休むんだ。あの上でよ、上で休むと楽だよね、最後。さすがに。いや本当、さっき渡辺さんからも聞いたけど、遠足気分からのこの重労働。ちょっとギャップと気持ちが追いつか、まさかやな、追いつかないですね、やっぱりね。そういうつもりじゃなかった。やっぱりそうっすよね。俺も今日完全に、いやあれは多分ね、渡辺さんのね、LINE が悪い。ああ、みんなで軽く行こうよみたいなノリだったじゃないですか。ああ。やっぱりね、いざね、やっぱ勝負ってなるとね、大変っすわ。おやつ持ってこんでよかった。そんなんよりもね。危ない危ない。よっしゃ。俺も今年最後だからね。来年は？いや来年やるけど、今年は最後じゃないですか。だからちょっと。噛み締めようかな。追っかけていけば、あ、多分ペース上がります。もう下しか見えない。マジもっかきちい。マジもっかきちいっす。見てください。ゆっくりですよ。自分のペースで。
でもやっぱ11月ちょっとトレーニングしよう。そうっすね、冬これじゃちょっと弱いなと思って。やっぱ筋肉違うからね。違うっす。結局はい、健三もなんか三坂のパイプ行ったんですけど、筋肉痛になって一日で、あの、ぼっか全然意味ねえじゃんつって言ってました。まあ意味ないことはないと思うけど、またやっぱり違うっすよね、使うところがね。ちょっとトレーニングしなきゃな、なまってますわ。よいしょ、今年もお疲れ様でした。大勢着きました。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。あ、ありがとうございます。ぜひぜひ、ありがとうございました。あと少しでした。まだいっぱいありました。あ、よかったです。了解です。あ、おたべさん裸になってる。あれ、緑川くんもいるからご飯食べれるぞ。これどうします、飯食う？オッケー、お疲れでした。ボッカお疲れ様です。ボッカ感謝祭です。あ、これを待ってるよ、人様。健三の涙涙の終わった終わった。ラーメンじゃないです。ラーメン食いたいね。いやー、終わった終わった。終わりました。一区切りやってからまた動画待ちます。いやー、積み終わりました。健三の醤油箸子は大場さんへと引き継ぎ、ガッチャンの醤油箸子は五十嵐さんに引き継ぎます。そしてガッチャンのあのこの段ボール当て当て紙、これは俺がもらいます。一等缶もらう。いや、あの沼とかえ、じゃあおばさん綺麗な一等缶もらえば、これこれ綺麗だよ。綺麗なのもらっちゃっていいですか？いいっすよいいっすよ、だって別にこれ俺たちの、これ形がちょうどいいから、これにする、うん、これで何もいないっすよね。大丈夫っすよ、それは怖いです何もいない、そういうこと虫とか。じゃあラーメンだな、とりあえず。これが昆布で、あ、僕上でお願いします。昆布1、上1です。すいません、お願いします。一応そこです。昆布も1個です。昆布も1個です。みんなも読む、まるですごいアイドルみたいだよ、これすごい。読みます。ちょっと読みながら待ってようか。じゃあボッカのマーク、はい、でもボッカさん、皆さん、あ、全然全然いいっす。すごいね、すごい、結構書かれてる。でもさ、これ宇宙に全然回ってこないけど、これはあれなの？これは蜂蜜の売ってるところでメッセージが書ける。全部打ち込んで紹介したらいいんじゃないですか。そうそうそう、ちょっとね、あの、まあ紹介できるやつは紹介して、そのに対してのコメントとかはこれからちょっと暇になってくるから言おうと。5月15日ライブでいいんじゃない、ね、ライブもいいっすよね。ライブで、ありがとうございます。これをまた改めてちょっと書いてくれた人たち、9月15日無事ボロネーゼ食べれました。マー君に会えてよかったです。皆さんでタオル使ってください、塩屋さん。
お、塩屋さんありがとうございます。タオルめっちゃ使ってます。塩屋さん。おばさん今巻いてます。あんだけ、あんだけ言ってたのにここに来て、どうすればいい。あとおにぎりも食べようから。めっちゃ食うじゃん。めっちゃ食うじゃん。ここに食えばさ、いや俺も今すげえ腹れてきた。ご飯がないのがちょっと残念ですか。ちょっとこれ読みます。ガッチャンが、ガッチャンがサンダル履いてなかったよ。めっちゃ。10月9日ですね。あ、10月9日。10月あるかもしれないね。ありえる。いよいよシーズンも終わりですね。皆様大変お疲れ様でした。良い冬をお過ごしください。また会えるのを楽しみにしています。そしてまた五十嵐さんに会えなかったエゾエース山本。エゾエース山本なんだ。エゾエース山本、エゾエース山本さんの時はいつも五十嵐さんいないですね。北海道から2回来たのに五十嵐さんに会えない。残念だね。でまた五十嵐さんにそのことを言うと会えないくらいがちょうどいいっしょ。なんかカゴつけてんの。なんでカゴつけてんの。また来ようと思うっしょ、うん、とかってまたもうね、いや来年また来てください。いますね。これはもう8月7月とかからなんだ。そうそうそう、あの蜂蜜販売して始まったくらいからね始まってます。ヤシロウラのものです。 ありがとうございます。はい、いつもお世話になっています。お母さんのおかげで食材の心配をしなくてとてもありがたいです。これからも体に気をつけて頑張ってください。小屋の人書いてくれてます。お、すごいね。資料小屋さんの人書いてくれてます。ありがとうございます。あ、ジュース飲みます。缶ビールがあれば、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今シーズンもお疲れ様でした。ありがとうございました。ファンタうまいっすね。久しぶり飲んだファンタ。大好きですか、ファンタ。ファンタ大好きです。で今度あの一箱送ります。あ、椅子どうぞ。んすいません。あ、これまた11月3日に取り行くんで、はい。あ、これマークのやつ。いや、俺のではないです。ガッチャンもなんか書いておいてくださいよ。え、まだ平気ですよ。ガッチャン書いてください。あ、ここから、ここからにしようか。あ、膝がもう、膝が笑ってますよ。ガッチャン。普通の、普通の人がボッカをやってみたって感じになっちゃってるじゃん。久々にショットから使ってたんだ、あれなんか。寒いよ。もうちょっと軽いと思ってたから、準備体操とか、なんか、本当にこの。しかも、手術までは天国だったら、着くまで天国だったもんね。はい、着くまではもう余裕でね。甘い。甘い。ボッカを最後舐めたからこういうことになった。そうだね、やっぱね。舐めちゃダメなんすよ。ボッカはね、やると大変なんすよ。40キロとはいえね。まさかのなんか。遠足気分やった。遠足気分でした。俺もそれ思ったっす。やべえ、この気持ち切り替えられねえわと思って。よし、サブリッジ行きますか。帰りましょう。もう本当ね、あの旅行の日は寄り山。それではオゼボッカの YouTube もボッカさんは今日でほとんど終了なんで、この日が沈むとともにボッカも終了しました。お疲れ様でした。さよなら。